始めるわよ、永遠の女子高生さん。おっす。湾岸警備隊には古くからの友人がいる。必ず援軍を連れてくるから、それまで何とか持ちこたえてくれ。二手に分かれよう。俺はイライザオ、お前は黒幕を。ここは私一人でいいわ。あなたたちも応援に行きなさい。そう来ると思った。単純な手、大方今暴れてるのが施設からデータを盗んだ連中でしょ。でもそんなことはもうどうでもいいの。だって私の読み通りなら竜も今ここに来てるってことなんだから。イライザはどこだ。どいて、もうあなたに用はないわ。イライザはどこだ。どきなさい。熱くでも喋ってもらう。イライザならそこの船室にいるわ。竜には大きな力がある。でもあなたにもあるわ、大きくて素敵な力が。待たせしまったかな。少しドレスアップに手間取ってね。うん、やっぱり剣はそれが一番似合ってる。行こう、こんなところに長居は無用だ。走って大丈夫かな。走っても赤ちゃん大丈夫なのかな。知らなかった。いつからそうだって分かったんだ。ごめんなさい、びっくりさせようと思ってたら言い出せなくて。俺が君にそのチャンスをあげなかったんだ。だけど最高のタイミングだよイライザ、俺の大切なイライザ。今はっきりと気づいた。守るべきものがあるからこその強さ、それが俺の力。殺意の波動のような力は俺にはいらない。もうこんな素晴らしい力を俺は持っているんだから。そうだろう竜。なぜと思うことが人生にはままある。思いがけない行動、事態、そして大抵の場合そのなぜに理由を見出すのは難しい。事情はどうあれ、君は必ずしもここに来る必要はなかったし、その可能性がある以上私もわざわざ足を運ばなくてもよかった。だが我々は今ここでこうしている。なぜだろうな。名乗るのが遅れてしまったな。私がセスだ。私にはちゃんと分かっている。なぜ我々がこうしているのか。
私が君の持つ力をどうしても自分で確かめたいのと同じく、君も自らの力の誘惑に抗えない。そうだろう。君の本質は戦いの中にこそあり、君自身本心では自らの力、そのパワーに惹かれているにもかかわらず、どういうわけか自分を偽ろうとして、力を抑えようとしている。なぜだ、なぜだ。そうしていてもお前はただ死にゆくのみ、何も得られない無意味な死だ。行くな。力とは行使して初めて意味を持つ。より強い力、それを持つ者、あるいはそれ自身、世が求めるのは常にそれだ。誰もがより強くありたいと思い、より強い力を求める。何も腕力だけが力ではない。貧しい者より富める者、醜い者より美しい者、誰しも人と己を比べ、わずかでも自分が勝っていれば安心する。そしていつしか己より優れた者を疎ましく感じてくる。存在を許せなくなる。争う。美しさで勝てなければ財力で、それでもダメなら暴力で、その争いのエネルギーこそが世界の動力、世界の要。私はほんの少しその手伝いをしているに過ぎない。争いのエネルギー、破壊のパワー、誰もが抱えるその力は、私が軽く手を加えてやればたちまちこぼれ出し、止めどなく溢れていく。それはいくら組んでも枯れることのない井戸、永遠に掘り尽くせない鉱脈。それを理由。お前は一体何だ。戦うことをやめ、力から目を背けて、それで何かが得られたとしても、そんなものは脆弱な一個人の感傷を慰めるだけ、何の輝きも放たない。つまらん。あれだけの力を持ちながら、これでは使い捨ての実験台にもならない。俺は別に戦いを捨てたわけでもなければ、力から逃げているわけでもない。強くありたい、そう思いながら今日まで来た。強いとはどういうことなのか、力とは何なのか、それすらわからないままにな。ただ一つ、お前の言葉ではっきりと分かった。俺の求めている力は決してお前の言うようなものではないということが。人の持つ力、それは命の生み出す力。命こそが力の源であり、再び帰り着く場所、それを傷つけ壊していく、そんな力は自らを否定していることと同じ。待っているのは滅びの道だ。だから俺は戦う。人を滅びに導くような力の魔性と、そして証明してみせる、魔の力に負けないことこそが強さ、真の力であるということを。何を言っている。力は力、そこに何の違いがある。これが答えだ。何をした貴様。
どういうことだ。これ式のダメージで私の体が。逃がさないわ。こんなもの。なかなか愉快なショーだった。ベガ様からの伝言です。貴様らは？あの方はいつも見ておられます。それと SIN が好きにやれるのも全て我々シャドルが影から影響力を発揮しているからだということをお忘れにならないようにとのことです。見たか俺の。ああ見た。竜、確かに見たぜ、お前の真の力を。お前からも感じるよ、ケン。大きくて力強い。そんな気を使わなくていいですよ。そりゃ本当はリュウさんが元気になるまでいたいですけど、旅費もそこをついちゃいましたから。うん、けじめけじめ、甘えちゃダメですよね。あ、そうだ、友達がハワイ旅行で買ってきたチョコがあるんですけど、食べます？あれだけ見つかったはずの証拠も結局闇の中、世間的には湾岸警備隊の出動自体なかったことになっている。我々に何ら処分が下されていないのも一種の脅しと取るべきか。格闘家の拉致殺害、シャドルーとのつながり、これだけ材料があってなお悪はのさばり続ける。ベガメ、貸しを作ったつもりが。だがシャドルーこそ我々に利用されているのだ、愚か者め。私だ、竜の見せた新しい力についてだが。わかりました、引き続き竜の行方を追います。やあクリムゾンバイパー、今度の件ご苦労だった。君の送ってきた資料には満足している。この調子で SIN の全容をぜひ暴き出して。